サンダー切って猿爪か、サンダーに大魔切るか猿に大魔切るかの択なんだけど、いや俺ちょっと猿に大魔切るわこれ。え、あ、なんかメタモン出てきた、どういうことこれ。あれか、変えようが先に引っ込めてメタモンでサンダーコピって、サルとサンダーの対面作って、あ、ジェットで崩そうみたいな感じかな。まあ、だとしたらもうこれ大魔でいいけどな、サンダーいやただサンダーがあれか、いや大魔でいいよなこんなん。いや羽か、羽押すか、で海洋が出てくる、ちょ羽押す、んでこんだけサンダー HP 回復すればダイマ切ってもいい気がするな。ダイマ切るか。大魔で相手の海洋魔の大魔からして猿で詰めれるから、まあ、多分勝ったはず普通にやってたら。勝ったえ、これ直帰か、これめちゃくちゃ硬いんだけど、いやスカーフはメタモンでしょ、海洋ガと同居してたら。ダイジェット入らなさすぎだろこれ。オール、いや負けではないけど、負けではなくて、ちょ待って、あられダメってザシャンに何入る？あられ、2ターン残り3ターンか、第3ターンで削る、 HP185 のザシャンにあられダメってどんくらい入る？ザシャンがあられダメで死ぬんだったらこれザシャンから入りたいな。あ、あられじゃなくなったわ。じゃあ猿から入るしかないわ。だとすれば、これいける？なんかちょ頑張ってくれー、頑張れ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 。いやここまで削ってたらいけるでしょ、コンボ打つ意味ない。だからメタモンメタモンにザシアンコピーられた瞬間負けが確定するから、ザシアン出せない、交代してきてもグラススライダーでいい、いいよな。あ、通った、おお、ちょ、おい、ちょっと倒せ、なんで倒しないんだ、倒せよ、お前これメタモンに引かれるってこれ、お前
いやー、これメタモンに惹かれるか、海洋が生きてんのはめんどくさい。倒せよ。あ、通った。いや、トンボ撃てない、撃てない、撃てない。トンボ撃って普通にレイビー撃たれた時終わるから。メタモン。いや、まあ相手メタモンに引いてきても無理だけどね。メタモンがスカーフだから上から殴るしかなくて。まあトンボ撃ってきてもこっちが後手から叩き撃てば大が死ぬから。まあ多分積んでた相手。んで、まあ猿になったんで、まあ猿になったらやることないっしょ。あともうザシアンでそのままメタモン倒して終わりだから。フィールドからして。終わり。いや、終わりだよ、絶対。無理だよ、その戦闘。いや、勝てない、勝てない、勝てない。ザシアに絶対勝てない。スカーフしろ、これ。ああ、はいはいはい。てか、はたき打っちゃったわ。相手にもはたき落とされる、これ。フィールドあと何ターン ?1 か。じゃあまあ、これで勝ちっすね。スカーフ。いや、スカーフはたいたのちょっとミスったわ。でもこれでフィールド復活しないから、相手ダイバも使った。フィールドも復活しない罪。この猿でどうやってザシアン倒すつもりなんだ。はい、ちょ、うざいうざいうざい、もう降参してくれ。無理だって、無理だって。ごめん、はたき合ってるけど、はたき合ってるけどさ、猿のじゃれ合い。いや、トンボを撃てない。こっちが先制でトンボ撃って、なんか裏のザシアンがなんかの間違いで死んだ場合、負けるから。負ける可能性がある。最大パワーで殺そう。あ、1秒でも7秒戦いたい人ね。ありがとう。ちょ、降参しろとか言ってごめん。対戦ありがとうございました。ああ。いや、よかったね。入れた瞬間、海王が来てくれてよかったわ。じゃあ、ありえないぐらいチャンネル登録者数増えてんだけど。体当りでした。初めて当たって、めっちゃ緊張しました。あ、こちらこそありがとうございました。